合県知事選の投開票は終わったんですが、なんか騒がしいですね。兵庫県知事選挙における戦略的広報、ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。県の仕事をですね、受注している場合ですね、受け負っている立場としては労務提供なんかの寄付はできないですね。10月の1日から10月の13日まで種まき、10月の14日から10月の31日までが育成、11月1日から11月17日まで収穫って、これがどういうことを表すのか。 SNS 戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。もう動き出してるのかもしれませんね。この公職選挙法っていうのはですね、まあ解釈とか取り扱いがまあ複雑で難しいんですよ。グレーな部分がいっぱいあって、やっちまったな、入ったな。はい、そういうわけで今日はですね、11月の24日ですね、日曜日夜6時ぐらい、夜というか夕方6時ぐらいですね、兵庫県知事選の投開票は終わったんですが、なんか騒がしいですね。というのがメルチェっていう PR 会社ですかね、その代表の織田楓さんが11月の20日に兵庫県知事選挙における戦略的広報と題してノートに投稿されたんですね。その投稿の内容が物議を醸しているみたいなんですが、台東知事に広報全般を任せていただいた、私が監修者として選挙戦略立案などを責任を持って運用していたというのをノートに投稿されたんですね。で、これってノートに投稿したのは、東京都知事選の時に庵野貴弘さんが選挙が終わった後、ノートに投稿をされまして、それで話題になった。まあ、それをちょっと、参考にされたんですかね。で、この部分で、この広報全般を任せていただいたと、いうこと。これが有償か無償か。有償だったらどこまでが有償で、どこまでが無償、つまりボランティアだったのか。っていうのが問題になってくるのかなと思います。それに対応して、台東知事の弁護士がコメントを発表されました。SNS 戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等、法で認められたものであり、相当な対価をお支払いしています。うん。ということなんですね。つまり SNS 戦略とか、そういったものは発注してませんよと、法廷内のポスターだとかビラだとか、そういうのを、発注して、それには相当な対価をお支払いしたと。その後にこの織田さんは文章や画像の一部を削除されてるんですね。例えば9月末に斉藤知事が事務所にいらっしゃって面会した部分、打ち合わせした部分の画像だとか、ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりましたという文言も削除されてるんですね。なんで削除をするんですかね。だいたいこの選挙が終わって、コンサルとか PR 会社等々がその選挙の詳細についてノート等で投稿するっていうのは、ちょっとありえないかなという感じはしますね。で、織田さんは選挙中も YouTube で同じようなことを言ってらっしゃるんですね。喧伝してらっしゃるんですよ。過去一忙しくて最近みたいな。11月17日、兵庫県知事選の投開票なんですよ、みたいな。それで、広報全般を、受け負っててかな、任されていて、大変忙しいんです。寝る暇もありません、みたいなことを YouTube で上げてらっしゃるんですね。で、今回のノートもそうですけど、その YouTube もそうですけど、関係者、つまり彼女の顧問弁護士だとか、そういった方が、リーガルチェックっていうか、そういうのはノートに投稿とか YouTube で発信しちゃダメですよみたいなアドバイスはなかったんですかね。で、もしノート等に投稿するんであれば、報酬はいただきましたと。で、これはポスターとかビラを制作するための報酬で、それ以外の広報戦略だとか、そういったものはボランティアでやりましたよ
というのをはっきりおっしゃればいいんじゃないかなと思うんですね。だからそういうのを今文章等々で SNS で上げられるなり、あるいはインタビューに答えられたりした方がいいんじゃないかなと思うんですね。もう一回言いますね。有償である部分はポスターとか、そういった部分ですよ。それ以外はボランティアでやりましたよっていうのをはっきり、まあ、それが事実であれば、はっきりなんか明言された方がいいんじゃないかなと思うんですね。県の仕事をですね、受注している場合ですね、請け負っている立場としては、労務提供なんかの寄付はできないんですね。労務提供というのは、選挙期間中に女性のスタッフの写真がありました。これってメルチェの従業員の方らしいんですが、その方たちを選挙の運動員として仮に出して、そこにメルチェから給料等々が支払われていた場合、これは寄付行為になる可能性があるんですね。またノートかなんかにこれ削除されてると思うんですが、また一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。また一緒に仕事ができる日を楽しみにしていますっていう文言があったと思うんですが、これって利益誘導の勧誘って言いまして、県と関係のある業者さんが利益誘導の勧誘をしているとも取られなくもないんですよ。だから仮に広報全般を任せられている。任せられるってもこれ日本語的に難しいですよね。斉藤さん側は、いや、ポスターとかビラの、いわゆる通常の内部事務ですよって、まあ、そこには報酬を払いました。でも、広報全般を任されている。これは、織田さんの主観なんですかね。いろいろ戦略を説明した。あ、いいですね。と、仮に、斉藤知事が言って、で、それをなんか任せれたみたいな感じに解釈してたというのも、なんか、正式な契約とかそういうのはね、受注書とかいうのがここにないので分かりませんけども、どういう感じだったのかなというのは気になりますね。ただこのノートに書いてあったのは、もう様々書いてあるんですけども、SNS の公式応援アカウントの開設と運用も手掛け。ハッシュタグ、斉藤元知事頑張れで統一したと。SNS の運用とか、ハッシュタグの拡散だとか、あるいは選挙中に、織田さんなんかこう、生配信してなかったですかね。で、ああいうのは、単なる事務員ではないので、それで報酬支払い対象でもないので、だから、選挙運動員でしょうね、あれはね、運動員とカテゴライズされるでしょう。でも、それを無償でやってましたよ、ボランティアでやってましたよっていうのを明確に発信するべきですよね。で、あと、告示前からの SNS 戦略ですよね。これが事前運動に当たるかどうかというのは、これちょっと微妙だなという感じはしますね。例えば、このノートに書いてあった10月の1日から10月の13日まで種まき。ね。広報全般ですよ。で、10月の14日から10月の31日までが育成。です。11月1日から11月17日まで収穫って、これがどういうことを表すのかですね。特定の選挙で特定の候補者を当選するための行為なのかどうなのかっていうのも、これ検証が必要ですよね。今回ですね、新しい SNS 戦略を入れて、ウェブマーケティングを入れて、まあ、アップデートしていく、上書きしていく、全体の広報戦略を。で、これって石丸氏が東京都知事選でやったことなので、僕は、今回の斉藤知事の選挙は、石丸選挙を模倣していると、まあ、いい意味で模倣してるって言ったら、またブワーッとバッシングが来ましてね。おいおいみたいな。いや、だから早く、織田さんは、詳細を説明された方がいいんじゃないですかね。選挙、まあ、告示前と告示後があるんですけど、告示前は、プランナー等々に、PR 会社にフィーを払っていい。という。で、選挙期間中になるとフィーは払いませんよ。ということになるんだが、まあ、これは、この選挙期間中も見越して、選挙前に多めに払っとくっていうのも、まあまあ、通常ある手なんですよ。そうは言っても、きちっと、織田さん側は、
法定ビラだとかポスターだとか、これは補助が出ますから、これ領収書等々も全然出てると思うので、まあ、これぐらいしか斎藤陣営からはフィーはもらってませんよっていうのをきちんと言えば、それ以外のものは選挙期間中は全部ボランティアでやりましたよと。まあ、全部無償でやった場合は、県との業務委託とか仕事の受注の問題があるので、ちょっと微妙なんですが、僕はその辺はやっぱ早く情報発信されないと、またオールドメディアの方たちが疑惑だとか、そういったもの、公選法違反なら連座制だとか、あるいは、まあ、失職するんじゃないか、また選挙かな、みたいな、そういう憶測記事になっていくので、もうこれは早めに明確に織田さんが説明するべきだと思います。斉藤知事側は何度も言いますけども、SNS 戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありませんとおっしゃってますから、あくまでポスターとかそういったものを政策等法で認められたものであり、相当な対価をお支払いしていますということであります。こういうことなので、まあ斉藤知事側はきちっとそういう発信はされてるのかなと。そうであるなら、織田さん側が拡大解釈して、織田さん側が勘違い、斉藤知事の返事だとか発言を勘違いされて、広報全般を任されたという認識になったのか、それとも織田さんがもう全くそういう事実はないのに、自分の企業の価値を上げるために、この実績をひけらかすために、まあそういう、持った話をしたのか。まあちょっとその辺はわかりませんけども、いずれにしろ、これは警察案件になるのかなという感じがしますね。おそらく告発ももうされてるのかな。おそらく東京地検とか、まあどこになるのか、警察になるのか、地元のね、兵庫県警になるのか、神戸地検になるのか、あるいは東京地検になるのか、わかりませんけども、捜査当局は、やっぱり興味は示していると思いますね。もう動き出してるのかもしれませんね。まあ、いずれにしろこの公職選挙法っていうのはですね、まあ解釈とか取り扱いがまあ複雑で難しいんですよ。グレーな部分がいっぱいあって。解釈しようによっては拡大解釈もできますからね。まあその恣意的な運用というのもできる法律ではあるんですよね。いずれにしろこう、メルチさんやっちまったなって感じですよね。もう斎藤陣営も参ったなと思ってるでしょうね。まあでもこれはですね、早めに織田さん側が真相を明らかにして、県民の皆様、あるいは国民の皆さんに発信されることをお勧めいたします。ということで、今日はこの辺でいわゆるメルチ。このチャンネルはうなぎの満楽株式会社マルショー建設、ソーシャルビジネスコミュニティワクセル、未来目線暮らし創造株式会社トライスター、 Improve Your Mind 株式会社吉川、以上各社の提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。